皆さんこんにちは、はるです。私は今タイバンコクにあるスワンナプーム国際空港に来ております。今日はここバンコクから香港に向かうんですが、今回乗る飛行機3年越しでございます。エミレーツ A380 のファーストクラスに乗っていこうと思います。エミレーツのファーストクラスって日本からドバイに行くと片道100万とかするんですけども、このバンコクから香港の区間だったら約10万円台でファーストクラスに乗ることができるんですよね。世界一安いファーストクラスの路線ですので、いつかエミレーツのファーストクラス乗ってみたいと思っている方はぜひこの動画参考にしてください。今日はエミレーツのラウンジにも行けるんで、もう早く行きましょう。ということで早速向かおうと思います。皆さんもぜひ一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。では今回も始まりました。今日はバーチグーの快晴ですね。スワンナプーム国際空港はターミナル1から10まで入り口があるんですけども、エミレーツはターミナル9でございます。ターミナル9、エミレーツ赤いロゴがかっこいいですね。では行きましょう。一応オンラインチェックインは済ませているので荷物だけ預けるような感じですね。本当スワンナプーム国際空港広いですよね。かっこいい。あれ、エミレーツの列すごいことになってますね。あ、でも待って、すごい人ですけども、私今日ファーストクラスなんでこっちですね。いやー短い、列が短い。サビカーチキンプリーズ。 Only one person, right? Yeah. Have you been to your Abo Lao in Bangkok? Ah, no, first time, okay. Yes. Here and yes. Go to Concourse D. And you turn right.Mm-hmm. See the time, I'll go downstairs. Okay, thank you. 完了しました。もうファーストって書いてる、かっこいい。持って帰ろうかな、このチケット。2時5分発のフライトで1時45分に乗り込めるそうなんで、もう1分でも早く乗り込みに行きましょう。今回はね、1番の K のお席をゲットしてるので、しっかりと空の景色も撮影できるかなと思います。ではラウンジへ向かいましょう。エミレーツのエコノミーの行列すごいですね。大人気だ。では制限エリア内に入りました。やっぱお店いっぱいありますね。2時5分エミレーツ香港行き EK384 便、これですね。あ、全然ディレイしてくれてもいいんだけどな。ちゃんと定刻で出発しそうですね。出て右に進むとありましたね、エミレーツラウンジ。免税店に普通に顔料まま売ってるけど、番号綺麗すぎるけど本物ですね。え、置物？いや、賞味期限書いてる。へえ。なんでこんなに綺麗なんだろう。綺麗すぎてちょっと怖くなりますね。180バーツ720円。うわ、待って、これかわいい。このキーチェーンいいな。320バーツ。うわ、1200円もする。やめとこ。今回タイのお土産を買う時間がちょっとなくてですね、親にお土産を買って帰ろうと思います。タイといったらこれですよね、フルーツ型のソープ、140バーツ。え、メロンは初めて見た、かわいい。なんか食べちゃいたいですね。これ多分うちの実家の白いお皿の上に3つぐらい並べておいとったら誰かかじるわ。ゾウの置物とかもかわいいですよね。でもこの木のゾウさんで一体1300円ぐらいする。これにしようかな。タイのお寺のキーホルダー150バーツ。これは分かるんかな。意外とね、お寺にこういうお土産売ってないんですよね。初めて見た。では無事にお土産ゲットできました。ここのテイスト・オブ・タイランドはタイのお菓子が売ってる場所ですね。あ、チャトラムの紅茶めっちゃ美味しいんですけど、普通にチャトラムの店舗で買ったら35バーツとかじゃなかったかな。やっぱ結構空港価格ですね。当たり前か。あった、これを右って言ってましたね。右。いやーにしても空港かっこいいな。空港にホテルとか作ってほしいですよね。そのホテル泊まると目の前から飛行機がブンブン飛んでくみたいな。ここもちょっとしたラウンジ的な場所ですね。やばい、広すぎてどこかわかんない。このミラクルラウンジは違うもんな。あ、合ってた合ってた。ここを左。あ、あれかな。
あった、あんなところにポツンとあった。ではラウンジ行ってみましょう。ラウンジ内こんな感じです。人はちらほらですね、そんなにいない。じゃあちょっとお食事コーナー行ってみましょう。奥の方に来ると結構人いましたね。机の上にお花があるのが嬉しい。でこの広場もすごく開放的ですね。お手洗いにやってきました。ハンドソープ、クリーム、ドライヤーがあるってことは、そうなんです、こちらにでババン、シャワーがついてるんです。シャンプーとかボディーソープもあるんで、飛行機乗る前にさっぱりできちゃうような感じですね。でも今回 A380 のファーストクラスなんで、機内の中でシャワーが浴びれるんですよね。なので今回は浴びません。こちらにはお祈り部屋があります。やはりエミレーツ、中東を感じますね。ではお食事見ていきましょう。ドリンク、あ、シンハビール、チャンビールありますね。最後にビール飲み抑えもできちゃいます。トマト、パイナップル、リンゴジュース、ペリエ、このコーラレッドプールとコラボしてますね。あとペットボトルのお水があるのも嬉しい。ポテトリークスープ、じゃがいものスープだ。パンが隠れてた。ビーフストロガノフ、チキンパナン、チキンマンドス、あ、待って、これ勝手に閉まる系じゃないわ、失礼しました。サテディッピング、東南アジアの牛串チキンサテ、チャナマサラ、すごい、あの異国情緒あふれる品揃えですね。パンプキンラビオリ、ハーブマッシュポテト、マッシュポテトにハーブっておしゃれやな。ジャスミンライス、ジャスミンライスって香りがいいですよね、私結構好きです。でここには、え、待って、萌えのシャンパンがある、萌えのシャンパンがあるラウンジってすごくないですか。わー、飲みたいけどちょっとやめとこう。あの機内でもっといいねシャンパンが飲めるんで、それを飲もうと思います。でカクテルも好きに作れるし、ここでコーヒーも飲めるような感じですね。紅茶もあります。え、コップがほかほかや。これで温めてるんでしょうね。ラテマキアートにしよう。よし、今スープ継ぎに来たんですけど、この書体、エミレーツの書体と一緒ですね。こだわりすごい。こちらがサラダコーナーですね。すごいいろいろある。チーズ、ケーキもあるし、フルーツジュース系もこっちですね。わあ、これなんだっけ、あのオーストラリアの伝統ケーキ、ラザニアじゃない、パブロバ、パブロバパイみたいな感じか。フルーツ盛りサラダ、うわ嬉しいな。もうお皿に持ってくれてるのがいいですよね。めっちゃ綺麗。では本日のラウンジ飯こんな感じです。じゃがいもスープ、フルーツ盛り、チキンサラダ、そしてタイ風味の味付けされたエビとマンゴーソース。机の上にお花あるだけでこんな華やかになるんだ、花だけに。ではいただきます。ドレッシングがね、マヨネーズ系しかなかったから塩コショウでいこう。エミレーツはね、ファーストクラスに乗ってもファーストクラスラウンジがないんですよね、まあ、ちょっとね、ああ残念って感じもしますけど、まあ、3時間の距離ですし、これだけ通常のラウンジで揃ってるから全然なんかもうありがとうって感じ、うん、ヘルシー。はジャガイモのスープ、うん、ポタージュだ、美味しい。エビのマンゴーソース和え、タイ風味どんな味なんだろう、うん、タイ風味の味付けがほんのりされたエビにマンゴーのさっぱりソースが乗ってるんで、すごいすっきり、夏に食べたい。マンゴーが角切りでゴロゴロ入ってるから噛むたびに甘いし、エビもプリッとしてて甘いんですよ。で、あのこの海外にしかない謎のわかめ、うん、これも甘い。
タイってよくこの海外にしかない謎わかめのお寿司とかよく売ってるじゃないですか。意外とね人気あるんですよね。日本の海藻と何が違うんだろう。あと絶対的に着色されてるんですよ。エビもね緑に変色してる。うん、うわあ、カフェイン。デザート、うん、さっぱり。一口ずつ7種類のフルーツが食べれるって超贅沢なプレートじゃないですか。うん、全部甘くて美味しい。食べ頃のフルーツだけをこう集めてるんだと思う。やばいな、機内食もしっかり出るんでできるだけ控えめに行こうと思ったけど無理ですね、エミレーツのラウンジ。ではごちそうさまでした。美味しかった。今12時45分で1時間後に搭乗開始なんですけど、このラウンジから搭乗口まで歩いて15分ぐらいかかるらしいですね。なので1時30分には出たいな。あと45分残りあるんでちょっと急いで編集をしようと思います。とその前に今回乗るバンコクから香港行きのファーストクラスでどれぐらいの値段がするのか見ていこうと思います。こちらファーストですね。はい、なんとですね片道138,585円でエミレーツのファーストクラス乗れるんですよ。すごくないですか。これ今9月1日で見てるんですけども、今お盆の時期8月中旬で乗ってて15万円ぐらい私は予約ができました。10月は3000円くらい安いですね。だいたいどの月も13万円台くらいで乗れます。もちろん冬の期間とか年末年始ってなると値段上がると思うんですけど、だいたい今これぐらいで乗れちゃうんですよね。ちなみにエコノミーの一番安い飛行機だったら安くてびっくりした。バンコク香港間7821円で行けるそうです。エミレーツだったら2万5000円台。一番の最安は香港航空ですね。あ、これもいつか乗ってみたいな。ちなみにバンコク香港間のビジネスクラスだとエミレーツが5万5000円。でもタイ航空も5万5000円をここ競ってますね。さあどっちにしますか。どっちもねいい航空会社なんですけど、大体このくらいでビジネスクラス乗ることができます。でもプラス8万円ぐらいでファーストクラスに乗れるんだったらちょっとトライしてみてもいいかもしれませんね。本当ね忘れられない思い出になると思います。なんと搭乗時刻が15分遅れて2時になりました。しかもさっき視聴者さんとお会いしたんですよね。でいろいろ話をしてたら、私もこのバンコク香港路線のファーストクラスは小野田さんの動画を見て見つけたんですけど、その方も小野田さんの動画を見てエミレーツに乗ろうと思ったらしくって、この路線に乗るきっかけが同じっていう、一緒に同じファーストクラス、しかも同じ列なんですよ。1列目もうなんて奇跡、こんな奇跡あるんやと思ってちょっとねわーって盛り上がりました。いややっぱね視聴者さんに海外でお会いするとめっちゃテンション上がる。もうすぐエミレーツのファーストクラスに乗れるってことですごくワクワクしております。ではもう少ししたら編集も終わるので、これが終わったら搭乗口に向かおうと思います。ではゲート E の8なんでまっすぐですね、行きましょう。こちらが E ゲートですね。もうここら辺からエミレーツの機体がちらほら見えています。あれ待ってよ、これも A380 じゃない、2階建て。よく見たらあっちも2階建て。え、 A380 のオンパレードや、すごっ。日本で A380 の機体って言ったら ANA のフライングホヌ、この前それに乗ってハワイに行ったんですけど、あれもめちゃくちゃ良かった。でもさすがに成田ハワイ間の A380 のファーストクラスってなったらもうすごい金額になるんで、10万円台で A380 のファーストクラスに乗れるって、まあ、この路線だけですよね。本当 E の8ここですね。
ではパスポートとチケット提示して入れました。いやーでっかいな。エアバス A380。今からこれに乗ります。エンジンもね4つついててかっこいいですね。顔が動物に例えると白イルカっぽい感じ。あれ？全然人がいないぞ。これはどっち？もう始まってるの？終わってるの？ハロー。カプカー、Thank you。なるほど、みんなここを通って並んでるんだ。今から入るって感じですね。では、搭乗が開始しました。バイバイ。いざ、3年ぶりのファーストクラスへ。FR2 の T シャツ、かわいいな。いつもはこっちのエコノミークラスなんですけども、今日はファーストクラス、行ってきます。わあ。Thank you。エミレーツの CA さんのユニフォームってブラウンとかあるんや、かわいい。いやー、2階建ての飛行機なんで入り口が2箇所あるんですよね。あー、ドキドキするな。ハロー、ハイ、Thank you。ようこそ。あ、ありがとう。ありがとうございます。 Hello。 Good, how are you? Can be better。わあ、すげえ。ハル？ハル？Yes、yeah。 先ほど座席の紹介をしていただいたんですが、改めてこちらが今日のお席です。めちゃくちゃ広い。懐かしい。久しぶり。ざっと座席を見ていきましょう。もちろんね、リクライニングできますので、こちらに大きい枕とシーツ、お布団がありますね。でここにも枕がありまして、こちらがストレージ、物を入れる場所。私は多分入れると忘れて置いてきちゃうんで、使わないようにします。こちらには画面がありまして、タッチで操作することもできるんですけども、なんとね、エミレーツこちらの画面もタッチができるんですよ。すごくないですか。ここでタッチできるのに画面タッチすることなかなかないと思うんですけど、こういうとこまでこだわり感じますよね。いや、どこ紹介するか悩む。本当にここにはおしゃれなライトがついておりまして、2段階ですね。で、本物のお花です。飛行機の座席に本物のお花ありますか、普通。ここにもライトがあって、ここはドレッサーですね。ここにアメニティがあるんですけども、フェイシャルトナー、化粧水、アイクリーム、濡れたタオル、ピローミスト、寝る時のミストと、スリープ、あ、見えませんね、スリープなんちょろ。また後で開けてみましょう。これはね、持ち帰れるんで嬉しい。もう絶対持って帰る。そしてこちらに見えていますエミレーツの合皮のノート、ペン、これはね、どちらも持ち帰り可能でございます。ちょっと開けてみましょうか。使いやすそうなノートですよね。ここにしおり用の紐もあります。エミレーツのロゴ入りのペン、もうこれを使ってたらどこでもエミレーツに乗っている気分になりそう。こちらには、お、何これ、お、雑誌がある。免税品の雑誌ですね。いや、どんだけあるね、免税品。あった、エミレーツのグッズ売ってますよ。エミレーツの飛行機がオーストラリアドルとアメリカドルしか表記がないんですが、アメリカドルでいきましょうか。こちらが27ドル、エミレーツのフライトタグが13ドル、エミレーツのラゲッジタグが10ドル。これかわいいですね。でこれ全然なんかエミレーツ感ないんだけどな。ちょっとアジア感ありますよね。これが13ドル。エミレーツのケーブルあるんだ、ロゴ。あ、ロゴ入ってますよ。皆さん見えるかな。若干ね、お尻みたいな感じで入ってる。これが21ドルは地味に高いな。エミレーツのトランプ6ドル、これもお土産にいいですね。かわいい。パイロット CA さん、これ誰でしょうね。そしてこちら何が入っているでしょうか。デゲデゲデゲデデン、バウアース&ウィルキンスのヘッドホンでございます。これね、5万円ぐらいしますからね。ちょっと後で聞いてみよう。もうフライト前に全部紹介するのが大変。でこちらですね、ミニバーでございます。なんと自動なんですよね。ちょっと気分的に開けときましょうか。
この中にあるドリンクは全て常温なので、飲みたいときは氷を頼むとキンキンなものが飲めると思います。エビアンのお水、あ、ナッツが入ってる。ホワイトチョコレートヘーゼルナッツ、え、美味しそう。でペリエ&ペリエエビアン、お、こっちはスナックだ。タイスパイシーミックス、へえ、タイのお菓子。前乗った時はペプシとかセブンアップとかあったはずなんですけど、今はないんですね。 Thank you. I have not forgotten you. I'll come back. ロングフリーのファーストクラスだったらすごいシャンパンが飲めるはずだったんですけども、ここの路線はシャンパンないそうです。あ、残念。なので代わりにレモンと氷入りのペプシ、ダイエットペプシを頼みました。エミレーツのファーストクラスに乾杯。最高にうまい。飛行機の上で飲むペプシが一番おいしいわ。レモンのスライスあるだけでちょっと高級感増しますね。家でやってみようかな。でも家でレモンスライス作ることなかなかないですよね。ああ、こちらがテーブルですね。これかな。お、来た。うん、じゃーん、なんと高級感のある机でしょうかね。もうこの机分だけで LCC 一席分ぐらいあるんじゃなかろうか。よいしょ。窓は2つですね。3つあるやんと思ったけど、これ鏡でした。ちょっとなんかこうやると後ろの人が手振ってるみたいですね。ここのボタンが CA さんを呼ぶボタン、これは謎。プレス、何か押していいの？押してみる？どうする？モードコントローラーロック、あ、なるほど、これでロックすることができるんだ。このオンオフは何だ？あ、ここのライトのオンオフなんだ。このブライトディム、あここの明るさが変わってる。なんて細かいボタン設定なんだろう。これが、お、シアーカーテン。その左隣がこちらのシアーカーテン。でその横が、あ、どっちも暗くなるやつですね。フライト前なんで全部開けときましょう。この窓が目みたいで可愛いですね。まあそこにベトナムエアラインの飛行機が運ばれてってるんですけど、目線が全然違いますよね。それだけ A380 の機体が高いってことですね。これが風。なんておしゃれな動き方なんだろう。頭の横にはライトもありますね。しかも調光可能です。これ、あ、これは風。そしてこの座席の外にはなんとね、ジャケットをかける場所もあるんですよ。中こんな感じになってます。ハンガーが2つ、そして足元につながってるんですね。私はジャケットとかは全然羽織らないタイプなんでないですけど、なんかかけたくなっちゃいますね。そしてここにあるボタンが、お、見てください、ドアが閉まります。いやー、すごいな、完全なる個室ですね。見てください、この飛行機の上での完全なる個室。超高級快活クラブとかなんか前言ったな。まあフライト前なんで開けときましょう。ربما لن تجد هذا الفيديو مسليا او مشوقا الا انه بالتاكيد قيم ويستحق اهتمامكم。機内安全ビデオがアラビア語で始まるのがエミレーツ感じますね。Can I get orange peel? Thank you. Yes, thank you.Thank you. わあ、三種類のデーツが選べたので、オレンジピールが入っているものにしました。あとアラビックコーヒー。ではデーツいただきます。
もうちょっと飛行機が動いた。オレンジの香りが強くて美味しい。あとデーツの甘みとコクもいいですね。どうしよう、もう動き出した。この瞬間ってワクワクしますよね。では香港行ってきます。ほかほかのタオルもいただきました。めっちゃいい香りする。ではアラビックコーヒー。おー、他のコーヒーと全然違うんですよね。濃いめに煮出した麦茶みたいな味がするんですよ、アラビックコーヒーって。不思議なんですけど、ドバイで飲んだアラビックコーヒーよりエミレーツの機内の中で飲めるアラビックコーヒーの方が美味しいんですよね。外国人向けなのかな。このシートベルトをした状態でこの背中にクッションがあるっていう幸せ。やばい、おしぼりに当たって濡れちゃったんですけど、入国カードもいただきました。すごい、機内のアナウンスが16カ国語を対応してるのでお気軽に言ってくださいみたいな感じで言われてたんですけど、すごいな、さすがエミレーツだな。ではそろそろ飛行機が飛ぶので機外カメラに設定しようと思います。こっちでやろうかな。あ、まだ映んないのかな。ではスワンナプーム国際空港、また一時の間バイバイですが、またバンコク戻ってきます。お、イミレツイミレツ、やっぱ機体でかいですね。シャワーは予約をしないといけないので、あまり時間がないので飛行機が飛び立った後に予約をしました。この中にアメニティがいろいろ入っているのでまた後でご紹介しますね。そしてこちらのメニュー、フルコースのメニューなんですけど早く選ばなきゃいけない。ランチ、アペタイザーが4種類、メインが4種類、サイド4種類、デザート 1,2,3,4,4 種類とチョコレート。デザート4種類とチョコレート別なんや、すごい。ではこの中から選ぼうと思います。詳しいメニューは動画の端に移しておきますね。私はアペタイザーは一番上のクリームオブマッシュルームスープ、そしてメインコースはラムマッチュボ、マチュボス、マチュボスって何？マリネしたラムにエミレーツのトラディショナルスパイスブレンドで味付けされてるそうで、これにしようと思います。サイドディッシュはこれ4種類くるってことかな。デザートはフルーツとかチーズとかなんかそういうのはいつでも食べられそうなんで、このバニラチーズケーキ、マンゴーとパッションフルーツのコンポート添えにしました。こちらがワインリストですね。2013年のドンペリなども飲めるんですよ、すごいですよね。ちょっと今回飲めないんですけどね。白ワインと赤ワインリスト、もうここに載ってるのもまあまあに高級なワインなんですよね。こういう時に飲まないと、もうレストランとかにあっても頼むのも躊躇するどころか諦めるぐらいの値段設定だと思うんで、ちょっと飲んじゃおっかな。ラムなんでレッドのおすすめにしようかな。すごい、2008年2009年2018年、わー、もうすぐ飛び立つそうです。これ機外カメラ見れなくなってる、残念、壊れちゃったんかな。あ、では飛行機が飛び立ちます。では空の旅楽しんでいってください。
あの雲キノコみたいな形してますね。初めて見た。上とつながってる。今お食事を注文したんですけど、なんとラムが売り切れてた。なんちゅうこっちゃ。まあ、ではあの代わりにローストチキンを注文しました。もうね、もう絶対に私はこれが食べたいっていうのがあればもう先にお伝えしちゃうのがいいかもしれないですね。ラムじゃなくてチキンに変わったので、ホワイトワインのフランス産2015年のなんか よろしげなやつを頼みました。もうね、味そんなわかんないけど、一番目にあるやつは一番いいだろう。ではシャワーへ向かいましょう。水が流れてる。機内に水流れてるんだ。これ知らんかった。シャワールームは2つあるのでこちらを使います。ではこちらがシャワールームです。じゃんじゃん。うわー、エミレーツのシャワールームだ。シャワー浴びれる時間は15分から20分の間で、シャワーは5分間出るんですよね。なのでもうこの時間の間にいっぱい楽しんでいこうと思います。まず見てください、このボヤのアメニティがいっぱいあるんですよね。クレンザー、メイク落とし、ボディモイスチュライザー、ボディミルク、体洗うやつ、コンディショナー、シャンプーと石鹸が2つ。アメニティも2つずつありますね。綿棒、コットン、シャワーキャップ、ネイル、あの爪磨き、くし、レーザー、歯ブラシ、ボディブラシまである。もう高級ホテルやん。今回時間ないんで髪の毛洗わないんですけど、ボヤのコンディショナー結構シャバシャバであんまり保湿力がないんですね。なのでもし髪の毛洗いたい方はヘアオイルとか持ってくるといいかなと思います。そしてこちらにはお手洗いがあるんですけど、皆さんどこか分かりますか？実はね、ここがお手洗いなんですよ。じゅーんまさかこんなところにお手洗いあると思わないですよね。流すときはここの青色ボタンです。ハンドウォッシュとハンドクリームもボヤで、ボヤとエミレーツコラボの香水、男性用とこちらが女性用ですね。ライトがついたミラーとこの拡大鏡ですね。うわ、すごっ、顔丸あの高級ホテルとかにしかないイメージの鏡で、あのコンセントもあるんでポテとかも使えますし、暑い時はここで風を送ることもできます。口をゆすぐ用の紙コップと、まあ、水とお湯も調整ができる。ここにタオルもかけれるんですね。もうホテルやん。ここにはハンガーがあったりですとか、ドライヤーここにはないですね。この短距離のフライトで頭洗う人があんまいないんかな。アメニティと、多分使ったアメニティ入れてくださいねって紙袋だったりとか、これなんだろう、サニタリータオル。サニタリーバッグじゃなくてサニタリータオルなんや。これ嬉しいですね。ではこちらいただいたアメニティです。私の時と違う。ゴールドの合皮素材にブルーになってますね。さあでは開けていきましょう。何が出るかな。さあなんだこれは。はい、ブルガリの袋が出てきました。そうなんです、エミレーツのファーストクラスはアメニティがブルガリなんですよね。何これ、すごいブルガリの5つ目の香水出てきた。めっちゃかっこいい。あ、爽やかで甘い香りがする。すごい、あの広い空をね羽ばたいてるような香りがします。多分全然伝わらないだろうな、すいません。クレンジングタオル、ブルガリのボディミルク、ブルガリのフェイスミルク、ブルガリのリップバーム。めっちゃ、あ、めっちゃ、どうしよう、めっちゃ揺れてる。これはあれだ、あの脇にぬりぬりするやつ。くし、5つ目の歯ブラシ。何これ、すごい鏡だ。めっちゃカメラ映ってる。待って、ブルガリの鏡まであるの、すごい。いや、粋ですね。やっぱエミレーツのファーストクラスすごいわ。ティッシュ、高級そうな耳栓。待って、これめっちゃ可愛いんだけど、エミレーツのヘアゴム。ヘアゴムかなんか嬉しいな。でも
ヘアゴム自体はめっちゃ通常のヘアゴムなんですよ。ここにエミレーツ の紙のシールがついてる。これ外したらただの紐になっちゃうから、え、外さんとこ。ブルガリのアメニティの、なんだろう、紹介的な紙が入ってました。見えるかな、中までちゃんと押して作られてるんですよね。これはちょっと20年ぐらい大切に使おう。いや素晴らしいな、こういうワクワク感があるからやっぱ飛行機ってやめられないですよね。ちょっと時間ないんでちょっとシャワーを浴びてきます。嬉しい。このバンコクから香港の短距離のフライトってパジャマがねないんですよ。で、私がシャワーを予約するときに、パジャマってないんですよねって聞いたら、ないんだけど、もしあったらちょっと持ってくるねって言われて、いや、さすがにもらえないだろうな、短距離だしなと思ってたら、なんと、アメニティボックスの中にパジャマ入れてくれてた。優しすぎでしょ。通常だったらもらえないんですよ、これ。たまたま余ってたんだと思う。ちょっと紹介していきますね。すごい機体が揺れてる。私は身長160、もうすぐ2センチの普通体型なんですけど、 S サイズでちょうど良かったんですよ。これ何サイズだろう。あ、スモールサイズだった。嬉しい。こんな感じでゴムと紐がついてて、すごく緩やかな感じです。ズボン自体にポッケはついてないんですけども、この上の方になんとお腹の部分にポッケがね、サイドについてるんですよ。これ嬉しいですよね。しかも襟の形がちょっと可愛いんですよ。左下にはこのエミレーツのロゴも入ってます。わあ、大事に着よう。これは私のパジャマになります。毎日着たいな。では時間ないんでシャワー浴びてきます。こちらがシャワールームですね。わあ。ちなみにこことドアを開けているとシャワーが止まるので、それだけ注意ですね。足元はこんな感じ。座るところもあって、握るところもあって、あ、今機体が揺れてるんで座ってくださいマークが点灯してますね。これはなんだ、 O2 だから酸素、あ、酸素ボンベじゃない、酸素マスクが落ちてくるから水が出てるシャワーはやめといてこっちに走ってこいっていうマークですね。こんなマークあるんだ。そして何かあって CA さん呼ぶときはこのボタン。いやー、シャワーヘッドがついてますよ。で、こちらのメーターが水の残りの量なんですけども、だいたい5分くらい浴びれる量になっています。これが切れる前にシャンプーとか全部流しとかんと、お湯出ないんで、そこだけ注意ですね。で、ここで右が冷たい、左が熱い。で、結構あったかいお湯が出るんで感動するんですよね。では、ちょっと浴びてきます。焦りすぎて本気で体洗ったら1分で終わってしまった。全然メーター減らなかった。水圧はこれぐらいで、すごい強いってわけではないんですけど、めっちゃあったかいお湯が出るんで、それが最高です。これ今空の上ですからね、最高すぎる。もう世界一幸せなシャワー。時間も意外と余裕でしたし、せっかくなんでお湯が最後まで行くまで浴びていこうと思います。シャワー浴びれるだけで感動する世界線ですね、エミレーツのファーストクラス。シャワー止まりました。4分の1で1回止まる。あ、そういうことか。もうなくなりますよのフェイントか。もう一度押したら出てきました。いや、いきなり止まるより優しいですよね。いやー、さっぱりしました。最高だった。では最後にちょっとクリーム塗って香水振っていこうと思います。いやー、甘みがないハーブみたいな香りがするんですよ。すごいいい香り。全然こう白浮きしたりとかベタベタとかしないクリームだわ。超滑らか。はい、いい香り。ではボヤエミレーツ女性用の香り。うわ、なんていい香りなんだこれ。優しいお花がふわーって咲いてるような香りがします。シャネルのピンクのよく女性が使う香水あるじゃないですか。あれよりももっと優しいお花の香り。全然いっぱいつけても酔わなさそう。あ、やばい、今お花畑に包まれてる。よし、では今からご飯を食べに座席に帰ろうと思います。
ではお席に戻ってきました。バンコクから香港は2時間17分のフライトなんですが、あっという間にあと1時間34分ですね。とは言いつつ飛行機が飛び立ってから30分でこれだけ楽しめるのはいいですよね。セッティングしていただきました。すごい高級レストランに来たみたい。もともと高級感ありますけど、このテーブルクロスを引いてもらうことによってあのブルジョア感が出ますね。使い方合ってる？やばい皆さん、あの見落としてたんですけど、なんとキャビアが頼めました。すごい、タタン。あー、ライトがいい仕事してますね。すごいんだけど、これ多分一缶丸々持ってきてくれてますね。へー、こんな感じなんだ。なんか全然おいしそうって見た目じゃないけど、まんまキャビア食べるの生まれて初めてだわ。ここに玉ねぎ、ネギ、サワークリームみたいなのが一緒に来てて、確かね混ぜて食べるんですよ。お恥ずかしながらちゃんと食べたことないんではよくわからないんですが、前スーツさんがファーストクラス、スイートクラスに乗ってる時に混ぜて食べられてたんですよね。なので混ぜていただこうと思います。 Thank you. Like to try it first? ちょっと味見してみます。Good. So last time I forgot to order caviar, so I couldn't eat it. So this、Don't、is my first time. You enjoy it. Yeah, thank、yes? you so、You're、much.、Welcome. ではいただきます。乾杯。わあ、めっちゃ美味しいわこれ。安いワインのあのわって感じ、くわって感じがもうゼロ。めちゃくちゃ飲みやすい。フルーティーなジュースみたいな感じ。いい白ワインを8年も熟成させるとこんな味になるんですね。ではキャビア一回ちょっとそのまま食べてみよう。うん、こんな味なんだ。美味しい。すごい味したらどうしようと思ったんですけど美味しい。高級なお魚のトロの部分を食べてるような感じ。ちょっとやっぱり魚っぽい香りもするんですけど全然嫌じゃないんですよね。いや、ほんと食べ方間違ってたらごめんなさい。キャビアの正しい食べ方ご存知の方いらっしゃいましたらあのコメント欄で教えてください。勉強にします。で、これをパンに乗っけて食べる。では、めっちゃ美味しいんだけど、すごいなこれ。このネギとか玉ねぎがこのお魚っぽい香りを飛ばしてくれるんで、いい香りしかしない。しかもお酒にめっちゃ合う。キャビアがこんな美味しいものとは知らなかった。やばい、美味しい。もう一生食べれんかもしれんからいっぱい食べとこう。空の上って気圧の関係でお酒が回りやすいんですけど、それを忘れてしまうくらいお酒が進んでしまう。キャビアは最後まで食べたいんでちょっと残しておこうと思います。次にスープ飲んでみよう。やばい、あと1時間で香港着いちゃう。もう早いな。ではマッシュルームスープ、うん、めっちゃ濃い、美味しい。空の上で暖かくてこんな濃厚で美味しいマッシュルームスープ飲めるってすごいですよね。頭からかぶりたいぐらい美味しい。ではメインのチキンがやってきました。ご飯と八宝菜も一緒にやってきました。そしてサイドディッシュは4種類から好きなものを選べるようになっていたので、あったかい人参を注文しました。関係はないんですけど、このオリーブオイルとバルサミコ可愛いですよね。
塩コショウも可愛い、バターも丸い、満月のお月様みたいですね。おいしい。タイのハーブがふんだんに使われてて、鶏肉も分厚くてふわふわ。これはご飯が進みますね。おいしい。メインディッシュにふさわしい味がする。目を閉じてメインディッシュ食べてたら、もうここは高級レストラン。たまに激しめに揺れる高級レストラン。やばい、あと55分で香港着いちゃう。この飛行機を全部楽しもうと思うと、ゆっくり食べてる暇は一切ないです。私みたいにもう隅から隅まで全部楽しみたい方は、喉に詰まらない程度に急いで食べましょう。ではデザートがやってきました。フレッシュイチゴなんだ。デザートになると一気に机が片付くので、なんか寂しい感じがしますね。チーズケーキは結構しっかりめなんですけど、味はさっぱりめで、このパッションフルーツのソースがさっぱりしてて美味しい。大丈夫か、私の水とワイン揺れますね。まあ、揺れも飛行機の醍醐味ですからね。実は後ろの方に行くとバーカウンターがあるんですよ。そこに行きたいんですけど、果たして行けるのか。着地する前に、この美味しいチーズケーキもね、のんびり食べてる時間はないんで急ぎます。ではごちそうさまでした。なんとか食べれた。血糖値爆上がりや。幸せな血糖値の爆上がりや。あと45分。やばいな、全然時間がないな。空いてるか分かんないんですけど、後ろのバーカウンターに行ってみようと思います。こちらがビジネスクラスですね。広いな。ここがバーカウンターですね。めちゃくちゃ広いな。こんな広いんだ。ギリギリ見れたんですが、シートベルトサインが点灯したので帰ります。でも初めてバーカウンター見れた。よかったよかった。ビジネスクラスにあるお手洗いもめちゃくちゃ綺麗ですね。外が見れるようになってます。なんとか帰ってきました。すごい、もうなんかシャトルラン走ってるみたい。でもね、まだ試してないものがあるんですよ。この座席がめちゃくちゃ倒したり上げたりできるんで、やってみましょう。この座席ですね、なんと7箇所動かすことができて、こうやって頭のクッションの高さ移動できたりとか、もうね、なんかいろいろあるんでやってみましょう。頭の位置、おー、そんな座高高い人おる？あ、なるほど、座席が前に出るんだ。おー、あ、すごいすごい、わーすごいな。あ、どうぞどうぞ、ぜひ、はい。なかなかお会いできないので、はい、何か、あ、もうもちろんです。え、書かせてください。エミレーツ、いいんですか、エミレーツのノートに。お、私でよければ。ダーンと書いちゃった。あ、ダーンと、なんか書いてほしいものとかありますか？いや、もう旅丸くんでも、あ、いますよ、ここここにいます。ちょっと、じゃあちょっと書かせていただきますね。ちゃんと視聴者さんが会いに来てくださいました。ちょっとね、絵を書かせていただきます。え、何書こうかな。ハルデイリーちゃんと旅丸かな。あー、機体が揺れる。今は揺れないでくれ。
こんな感じでエミレーツの貴重なノート1ページ目に書かせていただきました。いつもありがとうございます。会えて嬉しかった。ではちょっと渡してきます。どうぞ。ちょっと揺れでガクってなっちゃったりしたんですけど、あ、どうでしょうか。すごい嬉しいです。ありがとうございます。よかった。あ、娘さん。チーズケーキがない。チーズケーキいらない。あ、いらない。まあ、いらない。私もチーズケーキ食べた。いや、よかった。ちょっと動画をまた1ヶ月半後ぐらいに出ると思うんで、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。楽しんで、ありがとうございます。よし、で、あと席戻ってきました。やばい、ショロワインにやられて顔が赤かった。空の上で視聴者さんとお会いできるってこんな嬉しいことはないですね。うちの旅丸も嬉しそうでした。旅丸の定位置はここだ。皆さん忘れちゃったかもしれないんですけど、さっき座席を倒したんですよね。あの、こんな感じで寝ることができます。あー、ここに住みたいな。で、最高すぎる。本当はね、この毛布とか出してかけたらもっと気持ちいいんでしょうけど、夢の中に行くほど時間は残されてないんで、あの、もったいないんで出さないでおきます。次は3番。これは何だろう。あ、なるほど。おあ、強制的に起こされちゃいました。もうね、着地しちゃうんで直さないとね。おお、ここの肘置きが下に下がるボタンとかありますよ。なかなか、あ、肘置き下げたいなと思うことないですけど、あの、エミレーツなら調整ができます。やばい、いろいろ触りすぎて通常のポジションがどれかわからなくなってしまった。おう、やばい、もうなんかもう勝手に動くようになってしまった。あ、これは、あ、寝ろってことかな。勝手に動いてる。さっきまでこの2番目のとこで細かく調整ができたんですけど、一番上を押すと左から通常バージョン、次に足元伸ばす、次にもうちょっと倒れる、最後にベッドみたいな、こういう調整ができるんですね。なんとプレゼントにチェキをいただきました。めっちゃ嬉しい。これ皆さんの名前もう入ってますね。CA さんが書いてくれたんだろうな。We hope to see you again. また会いましょう。日付も入ってる。これはいい思い出になりますね。いやー、うちの子、白飛びしてるな。旅丸ね、写真撮ると白飛びするんですよね。なんだろう、白いお餅持って撮影してるみたい。いやー、嬉しいな。大事にします。ありがとうございます。かわいい。あとこれもいただきました。なんだろう、お菓子。おお、チョコレートが入ってた。あれですね、コース料理の最後にチョコレートって欄があったのはこれのことですね。いやー、嬉しいな。ありがとうございます。一つだけ食べちゃおう。生キャラメルとガナッシュチョコレートに塩がかかってた。美味しいね。あっという間に、あと26分で香港に着いちゃいます。本当にあっという間だわ。さっき CA さんとこの路線が一番こう忙しい路線ですよねって聞いたら、いや、そうなのよって言ってて、確かにこの2時間ちょっとの間にもうコース料理をサーブしてお酒をついだり、希望する方にはベッドメイキングもするし、シャワーの対応もするし、もう息つく暇もないぐらいわーって動かれてて、本当に CA さんには頭が上がりません。いつもありがとうございます。そういう会話をしていたら、ニューヨーク発着の便が一番長く楽しめるから、いつか乗ってみてくださいって言われたんですけど、一体いくらするんだろう。絶対高いよな。でも本当にニューヨークまでだったら十何時間はきっとかかるはずなんで、飛行機内で1泊2日体験するぐらいゆっくり楽しめると思うので、もしいつか行けるんであれば、エミレーツのファーストクラスニューヨーク行きか、ニューヨーク発乗ってみたいなと思いました。
夢を叶えるたびにまた新しい夢ができるっていうのもいいですよね。ちょっと私もお仕事頑張ります。最後にこのヘッドホン使って音楽でも聴こう。映画とか音楽とかも、まあ、聞いたり見たりできるんですけども、このドバイの情報も見れるみたいですね。エミレーツについてとか歴史、食べ物、まあ、観光、スポーツ、いろいろ見れるみたいです。ディスカバー UAE。 おお、ヘッドホンに今音楽が流れてるんですけど、こんな感じでドバイのいろんな場所を案内してくれるビデオが見られます。いやー、ドバイも行きたいな。ドバイ万博が開かれた3年前に行ったのが最後ですね。次は大阪万博ということで、来年は大阪の万博もすごく楽しみです。またドバイとか中東に行けるように頑張ろうと思います。でえらい画面が傾いとるなと思ったら飛行機が旋回してました。私が今使ってる DJI Osmo Pocket 3っていうカメラ、めちゃくちゃ使いやすくておすすめなんですけど、飛行機が旋回するとね、それに合わせてカメラがわーって傾くんですよ。便利かって言われたら全然便利ではないんですけど、なんかね可愛いんですよね、重力に負けてる感じが。音楽は普通にポップの曲もあるんですけど、アラビックアーティストプレイリストとかアラビックポップとか、アラビアっぽい中東系の音楽が聴けるのもエミレーツの魅力ですよね。あー、この辺りは国によって分かれてる。日本。あったあった。日本のアーティストの一人目から、あ、待って、全部分かんないや。アテイズ、ファンタスティックサーカス、あ、小袋、新生かまってちゃん新生かまってちゃんがトップ5に入っとるんや。あ、宇多田ヒカルさんね、絶対来ると思った。キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュもローマ字にするとこんな感じなんですね。なんか全然違う歌詞に聞こえる。
では香港到着しました。危ない危ない、これ忘れるとこでした。開けてみたらこれスリープオイルでした。フレグランスオイルってことかな、寝る時用の。いやよかった、忘れずに持って帰れて。これもお家で大切に使おうと思います。バイバイ、Thank you! バイバイ。いやー楽しかった。改めてでかいな、やっぱエンジン4つついてる迫力すごいですね。うわー次いつ乗れるかな、頑張ろう。ということで香港国際空港到着です。いや本当にあっという間だった。では今からホテルに向かって次の動画では香港2泊3日動画を撮っていこうと思います。というわけで今回の動画この辺りで終わろうと思います。皆さんエミレーツのファーストクラスいかがでしたか。フライト時間2時間17分だったかなというすごく、ね、短い時間だったんですけど もうエミレーツのファーストクラスの良さがギュッと詰まっていて本当に本当に楽しい時間を過ごせました。やはり長距離と短距離のファーストクラスだと同じ航空会社でも置いてるものだったりサービスだったりが変わるのも面白かったですし、お値段的にもバンコク香港間であれば世界一安くファーストクラスに乗れますので皆さんぜひこの機会に乗ってみてください。ではこの辺りで動画終わろうと思います。今回の動画少しでも役に立ったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。すごいですよ空港のこの液晶が鮮やかで明るい LED なのかな。いやでも奥の窓が透けてますね。どういう作りなんやろこれ。香港はご飯も美味しいし素敵なホテルもたくさんあるし、なんて言ってもあの夜景が綺麗ですよね。次の動画の2泊3日も香港の魅力をたっぷりお伝えしていこうと思いますのでぜひ楽しみにしていてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の香港動画でお会いしましょう。バイバーイ。